はい、どうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということで、皆さん、今、朝の9時です。はい。なんと、10時間龍が如く生放送した後の動画撮影になっております。はい。いや、10時間生放送しちゃいましたよ、皆さん。うん。元気ですよ、皆さん、僕まだ。今からね、撮影して、編集して、髪の毛切りに行って、夜はプロスピの生放送しますから、皆さん、よかったら来てくださいね。はい、もう、体力お化けです。うん。体力お化け。はい、ということで本日の企画なんですけどもね、こちらです。岡本和真選手のフォロースルーが発生してホームラン打たれまで終われませんですね。はい。まあね、多分おそらく昨日に引き続けて、浅村選手のフォロースルー発生してホームラン打たれまで終われませんの続きになってると思います。もうフォロースルー続きでいこうかなと思って。だからこの後山川選手も行ったろうかなと思ってます、僕。まあね、本当はね、ちょっとね、違う企画の動画出したかったんですけど、まあ続けて出すのが筋かなと思いまして、ちょっとやらせてもらいたいと思います。はい。で、打順の方なんですけど、ちょっと今回2番でいきます。1番亀井選手、チャンスメーカーついてるんで、ちょっと亀井選手、もう使いたいっていう気もありますし、まあ最悪ね、あわよくば、最後、中川選手も出したりして、まあ何て言うかな、普通に巨人純正の試合を見せながら、岡本選手のフォロースルーでホームラン打てたらいいな、みたいな感じですね。だからまあ、最悪試合数多くなると、また岡本選手の打席にだけなってると思う、多分。なんでまあこんな感じでいきたいと思います。まあね、2日続けてフォローする企画結構ね、長丁場になりそうなんですけど、まあそんなことを気にせずに、10時間生放送してるからなんやという気持ちを持ちながらね、ちょっとやっていきたいと思いますんで、まあ巨人純正もね、結構皆さん見たいっていう方多いし、楽しい試合になると思いますんでね、ぜひ皆さん最後まで見ていてください。はい。では、企画どうぞ。マジかよ、もう朝からこんな強い相手来る？なあ。名人1位やん。マジか。打率も5割近くあってんけど、お願いしますちゃうし。うちは岡本選手の企画やってるんです。勘弁してくれ、これ。まあ、いや、負けてもいいや。とりあえず岡本選手がホームラン、フォロースルー出たらいいね、俺は。いや、打たれるやるな。これ絶対打ってくるから、吉川選手なんか多分。うわ、ストライク入らなすぎ、うち。やばい、ちょっと10時間やった後やからな。何狙ってる、これ。10時間生放送の後のストレート、え、ツーシーム狙ってんのかな、怖っ。え、何、やくそー、タイミングずらしたと思ったけどな、今。うわー、うまい。おー、よかったよかったよかった。間一発は命拾いしたわ。いやー、怖えー、疲れそう。あ、これ2ストライクまで見るスタイルやな、この人。多分なんか舐めてるというか、なんかそういうなんか実験やってますみたいな、なんか実験タイプですわ、この人。大木戸博士ですよ。あ、ちゃうかった。いや、今日取れるやろ、取れるやろ、シュッ。長打警戒にしたらよかったわ。いや、まあまあ僕ね、連勝記録止まったんで別にね、いいんですよ、もう打たれても。岡本選手でフォロースルー出たらいいんです、僕は。うん、打てもう外野の頭越してみ。ちょっとごめんなさいね、10時間後のテンションなんで許してください。ちょっとパッカーンいかれそうやね、パッカーンいかれそう。え、何待ってんやろ。チェンジアップとか投げたらどういう反応取るんやろね。チェンジアップな顔するんかな。これファーブルでいいや。いや、ファーブルやったらホームラン打たれた時3点取られるからな。一応勝ちにいってるよ。よし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 。さあ、来ました。これね、僕、山川選手のフォロースルー出るまで終われませんもんね、ちなみにやろうと思ってるんですよ。なのでね、山川選手、今ここでフォロースルー見せられたら、その企画が潰れるんですよね。よし耐えたー、よしよし。いやー、めっちゃ嬉しい。さあ、来ました。チャンスメーカー出ました。あー、ロメロ選手ですね。ロメロ選手、結構リアタイでは強いと言われてます。ツーシーム、カット、スライダー。カットね、オッケー。ツーシーム、カット、スライダー。何やったっけな、はい。あー、早かったか。今狙っとったんけどな。いや、次何くれよ。オッケー。ちょっと待って、球種全部ちゃんと見たいな。あー、縦スラか。了解。さあ、来ました。本番です。本番ですよ、これ。これが本番。マジで。オッケー。オッケー、オッケー。次、ツーシーム狙いますね。いやー、ツーシームやったら入ってました。はい。ツーシームやったら入ってました。さあ、巨人純正、とりあえず次、今から岡本選手にもう一回回す。オッケー。もう一回岡本選手に回すために頑張りますね、今からは。オッケー、オッケー、いい。もう縦すらないから、次。オッケー。ああ、いいね、結構通信曲がるな、ロメロ選手。
ミスった。うわ待って、マジで何してるの、ほんまに。ちょっと勝ちに行きます、これ。はい、勝ちのマッソンです。勝利の方程式ですね。はい、これ浅村選手のフォロースルーとか出されてパコーン行かれた日やで、マジで。そし頼む、入って、ストライク入って、これ。広角打出た、出てないね。アウトコース投げようか。パワー買ってるから、キュウリ買ってるからね。よし、うわきつ、それ抜ける、やばい。うわこれ見よ、ちょっとこれ見よ、多分1球目見送る癖あるから、この人。オッケー、ちょ待って、ミスター、守備 A よ。いやきついな、これ。きつい展開になってきたで、これ。よし、きついな、甲子園のサイレンみたいになったけど、ほら。いや、これもう一球、多分ツーシーム張ってるから、この辺から高さを落として、振る、絶対振る、絶対振る、よし。もう一丁、もう一丁いきます。振る、絶対振る、振る、振る、よし、ゲッツ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 、ナイスゲッツ、ナイスゲッツ、よし、よし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 、ここで亀井選手か、よしよし、絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ。よしよしよし、行って入れよう。もうここ勝ちに行きます。はい、次の試合で岡本選手をフォロースルー出します。ここ勝ちに行く。ちょマジで集中しよう。ホームランで終わりやからな、マジで集中しよう。巨人純正絶対勝つ、モーサに。オッケーボール、オッケー、カットボールないよ、次。オッケーオッケー、さあ集中、オッケー、いいいい、全然いい。次ツーシーム、オッケー、ツーシーム投げたやろ。どうしよう、次何来るかな。カットボールかツーシームあるか、縦スラムあるね。オッケーオッケーオッケー、これでツーシームはちょっと捨てますね。いやツーシーム狙おうか。よし、分かった、変えて。いやーけどワンベースか、バントしてもいいけどな。いやいや、これバントでもいいよ。次のバッター誰、あ先輩や。ボールオッケー、ただちょっとツーシーム頼りになってきたね。なんでやろ、よっしゃよっしゃよし、あたした。さあ2試合目です、先行ですね。岡本選手のフォロースルー見せるよ。最悪まあホームランを転機でもいいからね。とりあえずここからはちょっと岡本選手の打席だけにするから、まあ、亀井選手は見ようか。ちょっと目鳴らしますね。菅野投手やからな、まあ、最近打てるようになってきてるけど。くっそ狙ってたやのに、今もうバンバン狙って、バチバチ狙ってたからね今。オッケーでスライダー投げたやろ。ね、カットかワンシーム、フォークもある。カットかな、くそもう分かってんのになんで打てん。よし来ました、本番です。はい、うわ流し打ちついてもよかったけどな。まあ、岡本選手運びたいと思います。ボールオッケーオッケーオッケー、縦すら消えた、狙いから縦すら消えましたよ。オッケーボール、よーし、バッティングカード次狙います。多分ワンシーム来ると思う。来た、くっそ、ガーフォロースルー出たね、今フォロースルーは出たね。くっそ運びたかったね今。オッケーボール、うわマジか、行けばよかった、カーソル合ってた、狙い球分からなくなった。オッケー、あーワンシームかな、ワンシームかストレートやね、おそらく。あーそれだったか、しかもフォアボールはえぐい。まあ、ちょっと動画残ってるかわからんけど、ちょ一応続けて撮影しますね。もしかしたらもう一回回ってくるかもしれないし。よし、あーもうこれ回ってくるかもね、岡本選手下手したら4番でしょ。よし、もう3人ぐらい出たいね、ホームランでしたよね、ここ。おーナイス満塁、ナイス、これはでかい、マジでナイス申告。これ岡本選手回ってくるかもしれない、まだ。まあ向こうからしたら満塁策かもしれんけど、こっちからしたら満塁弾やからね、下手したら。ほら、かったりな、今決めたら一発でな、スライダー投げてきたな。オッケー、スライダー2球続けてきた、もう絶対次スライダーないから絞りやすくなったよ。うおスライダーやね、この方スライダーよく投げる人ね。おーうまいね、うわ次の絞り球がちょっと狙いにくくなったね、これで。あーよかったよかったよかった、ナイスか。ちょっと今ツーシームかと思いましたね、ツーシームとかワンしか。テンポにやばい、ゲッツなる、くっそまあ向こうからしたら満塁策かもしれんけど、こっちからしたら満塁弾やからね。さあ5人出たら、今表なんですけどカットしてるけど、ピッチング5人出たら岡本選手回ってくる。
よし、来る来る来る。くそー、もうカットなるて、またここまたここカットなるて。ビップ、あの特別延長行って回ってきそうです。はい朗報。さあサプライズ出るか。サプライズ出てもいいよ。あーチャンスか。大体ね、ここは王監督いきますよ。うん、タイピンチ出たか。うわー入んのか今の。マジか。オッケー、さあ次の球ツーワン。よーし、張ってました。はい、これで回ってくるね。よし、ラッキーラッキー。さあここでホームランで決めた。マジでかっこいいね岡本選手で。フォロースルー出たー言うてね。そうですね、オッケーオッケー、全然いい全然いい全然。よしよし、ここよ、ここここよ、ここよ、ここよ。ビップフォロースルーよ。オッケー、今のストライク入れてほしかったな。